イガース。どうもタイガースです。ガオー。というわけで MDC ミャンマーダイエットコーディネーターをやっております。はい。すいませんね、急に変なこと言い出してね。まあでも今後ね、こうやって名乗っていこうかな。ミャンマーにね、ダイエットブームをね、流行らせていけたらいいなと思っております。本日、断食が11日目、日付が9月の5日、体重がですね、昨日と変わらずの75キロとなっております。前にも言った通り、7200キロカロリーをね、消費しない限り、体脂肪1キロっていうのは落ちていかないんで、まあ、順調なもんだと思います。でね、これね、大きさにするとですね、これぐらいですかね、脂肪の塊。分かりにくいですね、すいません。まあ、脂肪1キロこれぐらいなんですよ。1リットルよりもちょっと大きいぐらい、そうですね。それが脂肪の1キロで、筋肉よりも大きいんでね、1キロって言ったらかなりですよ。だからペットボトルのね、1リットルが体からなくなっていくって考えると恐ろしい現象なんですけどもね、それをやっていかない限りね、ダイエットは成功しないと。この数日で体重の増減があることもあるんですけど、それはもう水分量とかの問題であって、脂肪が減ったことにはならない。はい、そう思っていただければいいと思います。最近はね、いろいろとダイエットの情報も出てきてね、一番何がダイエットいいのかなんて色々議論されてるんですけど、結局ね、そうやってね、調べることが一番重要かもしれないですね、この情報社会では。もうそれしてるだけでね、意識がものすごいダイエットに向くんで、その筋トレの動画を見たりとか、そのどうやったら痩せるのかとかの話をしてる人、体験談とか、そういうブログとかね、いろいろ情報収集することによって、あ、こうやればいいんだ、これはもう古いんだとか、いろいろ自分の中でいろいろ思うようになってから、やっと自分もなんかスイッチが入るというか、あ、ちょっと動画見ながら、ね、その筋トレの動画見ながら筋トレを、まあこうやればいいんだと思いつつ、ゆるい筋トレですよね。はい、その動画で紹介してる筋トレせずに、もうちょっと自分なりにやれそうな楽な筋トレを編み出してやってみたりとか。筋トレってね、ちょっとの動きでも意味ないことはないんでね、全て何かになるんで、それを継続するかどうか、そこです。ダイエットは継続、イエー。というわけで MDC ミャンマーダイエットコーディネーターでした。ガオー。